って男性にですか？あ、いやいや、まあ、そうですか。どうぞ。それと今回のこととどういう関係があるんですか？だから着る必要がなくなったんです。パンツスーツもドレスも。あの、よく意味がわからないんですけど。若草色は彼の好きな色だったんです。細身のパンツスーツも。つまりその方のお好みだったということでお召しになりたかったと。したがってお別れになった今、お召しになる必要がなくなってしまったと、こういうことですね。そういうことです。あ、ちょっと待って。ということはもしかして前の彼氏ってギャル好み？ええ、クラブで DJ やってたんですけど。じゃあその前のコンサバは？ええ、広告代理店に勤めてる人で。でもすぐ別れちゃったんですけど。あの、一応聞いておきますけど、一番最初のあのカジュアルは？ええ、彼とは1年半くらい付き合ってたんですけど。ちなみに彼の職業、あ、当てますね、当てますね、当てますね。カジュアルっていうぐらいですからね。テニスのインストラクターとか？ダイビングのインストラクターです。あ、そうですか。ちょっと惜しかったですね。そうですか。私、やっぱりおかしいでしょうか？おかしいと言いますか？おかしいと思います。で、彼にもそう言われたんです。君には自分ってものがないのかって。あの、彼っていうのは最後にあなたを振ったイタリアンスーツと若草色が好みだっていう彼ですか？はい、ある意味では正しいと思います。その人、榊原君。彼、大学の先輩だったんです。ずっと憧れてて、久しぶりに会って思いが通じて、それで付き合おうってことになったんです。土曜日のパーティーというのもその方と？大学の同好会のパーティーで。一緒に行こうって言われてたんですけど、私、彼が喜んでくれると思って。それがそんなにいけないことなんでしょうか？いけないと言いますか。何来たらいいんだろう。私、今まで途切れたことがないんです、男性が。いいわね。うんうん。私、明日から何を着たらいいんでしょうか？私、彼女の気持ちすごいわかる。三枝様だっけ？だから三枝様。合わせるってことじゃなくても、好みのものを着て喜ばせたいって気持ち誰だってあると思うの。あるでしょ、シェリちゃん。だけど私そんなことしないもん。それってさ、こびてるってことでしょ、うん、そこまでひねくれて取ることないんじゃないの？そういうことじゃありません。ありますよね、西条さん。それが女心でしょ。女心？何？おー、来た来た。何これ？三枝様にもあげたいな。金昇閣の巻き上げ。しかし問題は今後だね。こうなった以上ね、彼女のためにも彼女らしいスタイルを見つけるためのお手伝い。だけどもでもね、彼女のスタイルが見つかる前に、もし彼女に別の男ができたとしたら、また合わせるんちゃいます？その男の好みに。そうだったら同じことの繰り返しだね、うん、それじゃ彼女も不幸だね。巻き上げも食べられないし。でも彼女の場合極端よね、相手の合わせ方が。そうそう、それですよ。私が言いたいのは、あの合わせ方は絶対異常ですよ。自分でもなんかね、こう、わからない行動を起こしちゃう場合って、なんか原因があるらしいのよ。だからその原因を見つければ何かしらの解決策になるんじゃないですか。だったらとにかく見つけてあげようよ、その原因をね。原因、原因、はい、カンペー。なるほど。可愛い女を演じたいなんて思ってません？いや、特に。ライバルの女性はいらっしゃいますか？いないです。銀行のお仕事大変だと思うんですが、はい、ここだけの話、職
職場での何か人間関係のストレスとかを感じになったことあります？いえ、別にないです。いつもあの制服でいらっしゃいますけれども、その分やはりあの外に出た時には着てるもので着るもので自分を認められたいっていう風な気持ちが強くなったりしますか？少しは。でも全てじゃないです。ズバリお伺いしますが、はい、ご自分のセンスを否定された経験はございますか？今まではないですけど。ちなみに初めてご自分で買われた洋服はどんなお洋服でしょう？そうですね、姉がいるんでお下がりが多かったですね。お下がり？お母様との関係がよろしくなかったとか。母ですか？小さな頃に寂しい思いをしてますといろいろ問題が出るんですって。いや、それはないと思います。すごくいい母だし、今も可愛がってもらってますし。じゃあお父様は、お父様のね、あの子何か変わった趣味がある？チーフ。はい。ちょっと失礼します。少し深入りしすぎじゃありませんか？そうでしょうか。私には仕事の範囲を超えているように思えてなりませんが。愛がないですね。愛がセラピーですよ、セラピー。たく、失礼いたしました、ごめんなさい。じゃあ続けましょうか。あの、どうかなさいましたか？原因なんかあるんでしょうか？探しましょう、一緒に。あの、ちょっといいですか？何？それってひょっとしてコンプレックスに関係があるんじゃないでしょうか？だからそれを探してるんですよ。いや、しかも肉体的なもの。肉体的コンプレックス？ほら、私の首霧みたいだって言いましたよね。それって人から言われたんです。それ以来私の人生もうズタズタなんですから。お心当たりは終わりですか？いや、特には。あなたたち、いくらなんでもお客様に対して失礼でしょう。申し訳ございません。あるんですか、肉体的コンプレックス？一つだけあるんだ。中学1年の時、初恋の男の子に思い切って告白したんです。そしたら彼一言、胸の小さい女は嫌いだって。あれは本当にショックでした。すごいショックだった。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。要するに彼女はそれ以来自分に対して全く自信を失ってしまったと、こういうわけですね。そういうわけですね。まあそういうことかな。それがあったってことも忘れたとしても傷だけは残ったってことですよね。そうですね、そういうことだな。その傷のせいで自分は自分のままを好きになってくれるっていうことを信じられない。だから相手に合わせるしかないと思い込んでいたわけですよ。そうしないと愛されないと思って。そういうわけですね。まあ、あ、そういうことだな。なんか辛いですよね。わかるな、それ。私も覚えあるもん。体のことできっついこと言われたりとかさ。どういうこと、どういうこと？女性的な丸みに欠けてて、肩も性格もいかつくて、細い割にはバカ力みたいな。大丈夫か？でもさ、それってさ、たかがおっぱいがちっちゃいって言われただけの話でしょ？たかが？たかがおっぱい、たかがおっぱい、たかがってどういうことなんですか？いえ、それは。いいですか？たとえ一部でも自分の体を否定されるということは女にとって最大の屈辱なんですよ。そうなんです。その君は男だよ。それが男の人にはわからないんですよね。だからああいう無神経なこと言うんですよね。いやね、私思うんですけど、男性雑誌のグラビアあれ許せませんよね。ほら、なんかこんな写真とかあるやん。あるあとほら、電車の中でお父さんたちがよく読んでるあの誘拐に乗ってる写真とかね。部長も電車通勤ですか？え、あの、一応電車で通勤はしてます。僕はあの、そういう新聞はちょっと。もう男の人がね、あれを基準にしてると思うと私の体なんてお見せできひんって感じやもんな。ほんと傷つくわよね。何もああいうのを基準にしてるとかそういうわけじゃないですよ。女も負けずにやればいいのよ。
女性雑誌に男性のすっごい素敵な体を掲載する。いいいいね。あ、それやったら絶対女心分かってもらえますよね。あ、もう残念ながら男はそうじゃないのよ。え、男っていうのはね、女ほどに自分の肉体にコンプレックスを持たないものなのよ。なんで？男性群に聞いてみたら